はい、これよりね、このスタイリッシュなチーム、ガランさんの演舞を見ていただくんですが、このファイナル演舞、関東賞演舞の後になぜ、登場していただいたかという説明をさせていただきます。昨年実はですね、このファイナルステージ、ガランさん、圧巻の演舞をしていたのにもかかわらず、我々の採点ミスによってファイナルに残してあげることはできませんでした。私らのミスでした。はい、そのお詫びを込めてですね、この踊り子一人一人の日々の鍛錬は、こういうファイナルに残るとか、こういう、勲章によって報われるべきだっていうふうに、ものなのに、我々のミスで、そんな重大な、結果に及んでしまったと、そういうことが、そういう背景がございました。これで、ここでこの1年遅れのファイナルステージを、はい、演舞していただこうと思ってここに立ってもらってます。そういうつもりで見てください。よろしくお願いします。ご紹介に預かりました、ガランと申します。お話いただいた通り、20年黒潮さん、大変な苦労があったと思います。そんな思いにも負けず、これほどの踊り子を楽しませ、たくさんのお客さんを呼び込み、こんな素晴らしいお祭りをこれから先10年30年と続けていっていただきたいと思い、このような栄誉あるステージ踊らさせていただきます。ガラン、年内最後の演舞となります。ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ガラン2023リライス。
木隆さん、未来さん。見てくださった全ての皆様にありがとうございました。ガランの皆さん、ありがとう。